こそお越しいただきました。改めまして、今井同期の拍手でお迎えください。あの動乱の時代に時計を逆戻りさせようじゃねえか。獅子雄が京都で暗躍している。獅子雄、奴の狙いはただ一つ、維新政府の転覆だ。今までありがとう、そしてさよなら。そんなもんか。最強の面かけて貴様の首を頂戴する。ようやく会えたな。決着をつけるぞ。流浪に献身、京都大火編、伝説の最後編。そろそろ終わりにしてやるよ。映画ついに完成しました。っていうか、なんか聞いたところによると、今日は浴衣で来た方にはいいことがあるみたいなことなの で、 そうなんです。浴衣の方をすごく探しつんですけど、ね、浴衣の方いらっしゃいますか？座るとね、わかんないですけどね。あ、でもたくさん、特に前の方の方は浴衣でいらっしゃる、はい、ありがとうございます。そうです。浴衣好きな男としては、あ、浴衣好きですか？すごい嬉しいです。続編という形ができるのは、ここにいる皆さんも含めて、前作をとても評価していただき、楽しんでいただいたからだと思っています。そしてやっとその皆様にこうして続編をお届けすることができて、すごく嬉しいです。とっても素敵な浴衣姿でお越しいただきました。佐藤さんは結構浴衣好き？僕も最近はもう毎日浴衣ですから。嘘つけ。はい、すいません、すいませんけど、でも今年の夏をからは本当にでも浴衣で行こうかなと思ってますよ。どこに？町に。もう家とかではちょっとやっぱ和をちょっと重んじようかなと最近思ってますよ。うん、そうなんですね。はい、もういかがですか、こうお互いの浴衣姿ご覧になって。結構ね、武井さんシックな。武井さんの浴衣はキャベツの浴衣で、ひどいと思うんですよね。斬新で、すごいかなりハイセンス。そんなの全然嬉しくない。いやいやいや、褒めてますよ。かわいい。全然嬉しくない。かわいいよ。やっぱでもそういうアイテムを使うのは大事なんだなって思いましたよ。ごめん、もうちょっと詳しく、どういうことですか？こういうことですか？一気なプレゼントでも出てくるのかなっていう。ああ、ごめんね。のとか。出てこないんだけど、ね、帽子だったりとか、ね、小物使いがね、うん、渋くて、まあ、ドキドキした、これドキドキしたというシーンをまたちょっと選んで教えていただければと思うんですが、アクションはやっぱりこう多いんですけど、はい、アクションシーンはやっぱドキドキしますよ。うん、実際やっぱこう狙いに行ってるし、相手も、うん、自分も当てに行ってるのを避けたりしてるわけですから、はい、多分皆さんもこう映画見てたらなんか動いちゃうと思いますよ。夏といえば夏休みで、こう夏休みの思い出といえばこんなのがあるななんていう、なんか印象的な思い出ってありますか？虫捕りとか、カブトムシ、クワガタ、トンボとか捕まえてましたよ。すごい少年だね。そんな少年だった。興味あんだかないんだよ。多分ないんであろう。いやそんなことないんですけど。ありがとうございます。武井さんいかがですか？私もそうですね、夏休みになったら家族、まあ、親戚集めてみんなでこうキャンプしに行って、そこでテント開いたりとかして、そこで遊んだりはしましたね。でそのテントで寝ることがとにかく好きで、で家に帰ってきても家の中でテント広げて寝てたりとか。夏休みはそんな子でした。